車内放送、関西弁にしてみた。これは私が思いつきと勢いだけで作る、ただのネタ動画です。おもんなくてブラウザバックしても。オッケーです。早速行きましょう。今回は大阪メトロの車内放送を関西弁にします。ということでまずは本物の再現をしましょう。参考にした動画は概要欄の URL からどうぞ。天王寺、天王寺、駅も天王寺前です。谷町線、今里ライナー、JR 線、近鉄線、上町線はお乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。ということで、いよいよ関西弁です。大阪生まれ大阪育ちの私が思う関西弁なので、違うと感じる人もいると思いますが、ご了承ください。天王寺、天王寺、駅も天王寺前やで。谷町線、今里ライナー、JR、近鉄、沈殿と乗り換えやから、左の戸開くから気ぃつけや。どうでしょうか。初めて関西弁なんて喋らせたので、イントネーションに苦戦しました。あとはまあ語尾を変えたり、私がよく使う名前にしたりなど、エセ関西弁にはなっていないと思います。では今度は駅名が長いことで有名な天神橋筋6丁目に行きましょう。天神橋筋6丁目は、駅間が短いのに駅名が長く、それなのに英語放送や広告放送を省略せずに全部言うので、めちゃくちゃ早口になることで有名です。これが関西弁になるとどうなるのでしょうか。ではまず再現から。間もなく、天神橋筋6丁目、天神橋筋6丁目です。谷町線はお乗り換えです。この電車は準急京都河原町行きです。天神橋筋6丁目を出ますと、次は淡路に停まります。出口は右側に変わります。扉にご注意ください。やっぱり早口ですね。文の量も上下ギリギリです。では次、関西弁行きましょう。もうちょいで、天禄、天禄やで。谷町線とお乗り換えやで。この電車は、準急京都河原町行きやから、天禄出たら次、淡路に泊まるで。出口は右に変わるで。扉に気ぃつけてな。なんかキャラの特徴で最後ささやき声みたいになってましたが、圧倒的文の量が違いますね。やっぱり天神橋筋6丁目を天禄と訳しているのが大きいです。抑揚の調整で疲れたのでここら辺にします。やる気があったら続編あるかも？それではここまでご視聴いただき、ありがとうございました。